口こと門脇かな子です。今回はゲストに来ていただきました。山田奈々です。なんで変な声出したらガラガラやった。いや、いつもさ変な声やけど余計変な声やったね。そんなことないよ。山田奈々です。今回は NMB48 の同期期生で一緒に活動していた奈々ちゃんにいただきました。ありがとうございます。NMB48 の時の裏話とか、その NMB48 に関しての動画をアップしたら再生回数がいいのよ。めちゃめちゃ正直に言うよ。元 NMB48 1期生がその当時の裏話をファンの方の質問に答えつつ語りません。語りません。ちょっと待っててな、うん、何質問ちゃうの。今日めっちゃ答える準備万端できたけど、やられた？これちょっと着替えてきて。何急に？いややねんけど。これズボンと、これスニーカーな。私と同じ靴のサイズやんな。うん、23。やろ？うん。そのサイズぴったりのやつ持ってきたから、これ、ちょっと履いてきて。めっちゃ履き潰した後みたいな靴。これで半程マラソン走ったから。だってもう中、見てほら。汚いの。奈々ちゃんに言われたないねんけど。マジで着替えん。うん、ほんまに。そこで着替えてきて。アホやな。アホやな、ちょっと多いな。アホやな。ゴリ感がすごかってんけど。またぎ。またぎか。うん。性格悪いな、今日も。誰の影響やと思う？あなたよ。ちょっと、かなこ。いや、まさか奈々ちゃんがそんな服で来ると思わへん。いや、だってまさかジャージ着せられるなんて思ってへんから。嘘やん。あたりが可愛い。うん。いや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 、それはおしゃれで着てきたから。もちろん単体で見たら可愛いのよ。可愛いよ。やこれ。着てきた服より似合ってる。マジ。悪口だろそれは。悪口悪口。なんかさっきも着替えてる時ちっちゃい声で悪口言ってましたよね。言ってた。ね。言ってない。性格悪いよな。性格悪いわ。かなこちゃん卒業して性格悪くなったもん。誰の影響やと思う？誰？だからこのスタッフさんの影響なんやって全部。改めて企画説明するな。分かった。ここ最近踊ってみた動画をやってんねんけど、やってんな。その時に、まあ、いつもスタッフさんに急に呼び出されて、これこれこれ踊ってみたいなことをやられてたわけよ、うん、やられ続けてて、私もそれをやる側になりたいと思って、めちゃめちゃ適任おるやんと思って、それが奈々ちゃん。最低。ノーガードでフラッと入ってきたもんな。そうで、かのこの YouTube にさ。ごめんな、奈々ちゃん。奈々ちゃんとね、この企画を私はやってみたかったわけですよ。奈々、ちゃんって呼ぶのが申し訳ないぐらい、ずっと選抜でフロントメンバーやん。うん。踊れないわけが。ないやん。ない。だって、基本一列目やろ。うん。私なんてもう一列目なんて行ったことないもん。テレビとかで言っても奈々ちゃんすぐ見つけて、かなこなんかもずっとこう目こんなもん細くしてしかこう見つけられへんかったのにさ。録画して何回か見返さんと私は分からんかった。そう。奈々ちゃんは絶対カメラワーク、ワンショットあるメンバー。ってなったらよ、踊れないわけがない。おい、じゃあ一発勝負で北川憲二。分かった。北川マジ踊れると思う。ウォーミングアップガテラ北川憲二マジでやったら、いやほんまにプロプロやってんからいけるやろ。ちょっとなんか筋肉ワンワン。ちょっとなんかおしゃれやし、かなこだけ。いやもうその格好マジでやばい。誰が刺してん。いや普通のシャツやったら私もちょっと肩ふんわりなってるところがやばい。しかもここもちゃんとおしゃれになってるから。熱いわこれは。一発勝負お願いします。
ょっとエナフィンの時にやりすぎて染みついたら確かに、ね、断るごとに踊ってたような気がする。そうやね、ほんまにしんどいな。やっぱフロント人ってやっぱさ、サビの部分とかのしなやかさがうちのかなこちゃんとはね、誰が言ってんねん、私の方が若いねんで。いやもうやっぱしなやかさがやっぱ全然違う、余裕というかもうかなこ必死やん、もうフロントさんの余裕。そうですね、っていうんですか、余裕が見えましたね。やっぱさすがやな。さすがやわこれは。でもこれウォーミングアップやから卒業するときに卒業シングル出しましたよね。出しました。ズバリそのタイトルは、ドクロックバック持ってきました。ちょっとそれは無理よ。ちなみに私もこの踊ってみた動画でドントルックバック踊ってないねん。そうやんな、彼女の YouTube でいつもなんかメジャーな曲しかやってないもんな。そう、ドントルックバックってライブとかでも奈々ちゃんが卒業する直前に出したからか、うん、あんまり歌ったり踊ったりする機会がなかったよ、現地の時も。だから私もこれわからんでも卒業シングルぐらいやったら奈々ちゃんは踊れて当然やと思うねん。びっくりしたよ、奈々ちゃんの卒業シングルやからもっとなんかその北川賢治寄りのわーみたいな感じ来るんかなと思ったら違うの。なんかな、うん、秋元先生と喋った時に、うん、私ダンスナンバーがいいって言ったらしいねんけど全然覚えてへんくてさ。言ったん？言ったって言われてん。言ったからこれなってんねん。そう、山田言ったよみたいな感じで言ってたのよ。どうしてくれるん？どうしてくれるん？せっかく奈々ちゃんが来てくれたから踊りたいと思います。行くね。よし、どんどん配ってやるね。やばい、ほんまに懐かしいがいいけど、もうしんどい、もうしんどいな、考えるだけでしんどいな。どんどん配って、じゃあ音お願いします。そうやで。いや踊らせたな、こんなん。
え、なんかかわいそう、もうすぐ味噌汁目前の女を踊らすなんてなんかかわいそうや。そっちに行かんとってずっとねよ。なんか覚えてんねんで、覚えてるけど体がついていかへんとかあるけど、でもさ、しゃがんだりさ、すごいなやっぱり。いや、でもこのさ、こうやってなんかこういうふりあるよ、うん、頭飛んでいくかと思ったの後ろに。そのなんかここらへんグワーンって嫌やわ。どんだけ決めてもカッコこれやつ。そうやね、そうやね、そうやね、カッコがもうやばいから。癖なりそうやな。謝ろう。なんかさ、ロケとか来てもさ、あーってしてたのにさ、やっぱ踊ったらすげえなと思った。ごめんなさい、なんかごめんなさい。いつもいじってごめんなさいってなったよな。踊れてることが事件だよやな。ほんまや、事件だよ。なな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 、みんなのハートを逮捕しちゃうと失笑はやる。これこれ、いつもね、山田さん久々に見て、なんかちょっとおもろいけどちょっと泣きそうになった自分がいる。ということで、今回の企画に出ていただきまして本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ楽しかったでございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。ななちゃんの格好、そして味噌汁目前のななちゃんのダンスがいいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして山田ななの YouTube チャンネルの URL を概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さんその動画も見てください。見てください。ということで、また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ななちゃん、ありがとう。楽しかった。